どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、自動車税、固定資産税の支払いで ANA マイル、JAL マイルをね貯める方法ということで、こちらの動画でね解説させていただいたわけなんですけども、結構ね質問が多かったので、今回はね私自身ね納付書が届きまして、実際にねセブンイレブンで7個でね支払いやってきましたので、もう少しね細かい部分ですね解説やっていきたいなと思います。2022年に関してはですね、この iPhone のね限定にはなってしまうんですけども、7個がねアプリで登場したということで、またこちらはね Apple Pay でチャージできるっていう風になりますんで、手数料もかからずですね、セブンイレブンであればまあほとんどのね地域であるかななんていう風に思いますので、コンビニの支払いにね対応していればですね、この方をね利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね手数料払わずですねポイントね取っていただきたいなという風に思いますので、気になる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。まずはじめにですね、このねスマートフォンのアプリの7個ですね、こちらの、まあ、基本情報みたいなのね紹介していきたいなと思うんですけども、まずねこの7個のチャージ上限なんですけども、このスマートフォンアプリのね7個のチャージ上限は1日3万円までっていう風になるんですよね。ですので3万円以上ねチャージする場合はですね、こちら数日に分けてねチャージしていただく必要があります。またね1枚の7個のチャージできる残高の上限っていうのも決まっておりまして、こちらね1枚の7個に対して5万円までしかね残高持つことができないっていう風になりますんで、まあ、今回ね一つのね税金の支払いで、まあ、5万円超える方もねいらっしゃるかななんていう風に思うわけなんですけれども、まあ、そういった方はですね iPhone のアプリ内でですね、まあ、簡単に作ることができますので、特にここは解説入れませんけども、複数枚作っていただいて利用していただくっていった形になります。またね1回のね支払いで使える7個の上限っていうのは25万円までっていう風になりますんで、この点はね覚えておいてください。まあこの7個アプリ内ではですね7個複数枚利用することができて、まあ手数料とかも特にかからないのでね、ここは大丈夫かななんていう風に思うんですけども、まあ1日のねチャージ上限が3万円っていう部分と、残高はね5万円までしか保有することができないっていう風になりますんで、まあそれ以上の支払いであればね複数枚がね必要っていう部分は覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、前回のねおさらいしておきたいなと思うんですけども、まずね ANA カードで支払いたい方ですね、こちらはビザマスター限定になるわけなんですけども、こちらにねちょっと図を出しておきますね。 ANA カードからキャッシュにチャージしていただいて、 MIXIM にチャージしていただいて、 Apple Pay で7個にチャージしていただいて、セブンイレブンで7個払いしていただく形になります。でこちらですね、ANA カードからキャッシュに関してはね普通に番号入れてチャージしていただければ OK です。でキャッシュから MIXIM なんですけども、こちらですね Apple Pay ではこちらチャージすることができないんですよね。ですのでこのキャッシュから MIXIM っていうのもカード番号を入力していただいて、 MIXIM にねチャージしていただきます。で MIXIM からですね7個にチャージしていただくのは Apple Pay でねチャージしていただくっていった形になりますんで、まあこちらね軽く覚えておいていただければなと思います。まあ特にね、あのキャッシュから MIXIM ね、こちら Apple Pay でチャージできないので、あれってなる方もいらっしゃるかと思うんですけども、ここはねカード番号を入れてチャージしていただきたいなと思います。で次にアメックスの場合ですね、アメックスのカードから au pay プリペイドにチャージしていただいて、 au プリペイドから apple pay で7個にチャージしていただいて、セブンイレブンで7個払いっていった形になります。まあこちらはですね特に注意事項みたいなのはないですかね。 au pay にあのチャージしていただくわけなんですけども、まあこちらね普通にクレジットカード番号を入力していただいてチャージしていただければ OK っていう風になりますし、aupay プリペイドから7個にチャージする際にもですね、こちら apple pay でねチャージしていただければ OK っていった形になります。であれですね、 aupay ですね、 aupay こちらねプリペイドで表示させていただいておりますけども、 aupay プリペイドからあの7個にねチャージしていて7個で支払っていただいても OK なんですけども、この au pay っていうのはこちらプリペイドで表示してますけども、 au pay っていうあのQR コード決済ありますよね。で、こちらが市区町村で対応されている方はですね、この au pay でもこの税金の支払いってできるんですよね。まあ、できる方はこの au pay からね、7個にチャージしなくて、そのまま au pay で支払っていただいても、まあ、手数料はね、かからないですし、還元も変わらないっていう風になりますんで、まあ、ここは覚えておいていただきたいなと思います。私の市区町村はね、残念ながらこの au pay ね、対応しておりませんので、まあ、このアメックスでチャージしたい、アメックスでね、支払いたいっていう時は au pay プリペイドから
Apple Pay で NARACO にチャージして支払わないとですね、できないって言った形になるんですけども、ここはね、人によって変わってくるかなっていうふうに思いますので、こちらはね、チェックしてください。で、質問はね、多かった部分なんですけども、この ANA カードからキャッシュ、あと AU Pay プリペイドから NARACO のチャージ、こちらのポイント獲得が、できるのかっていう話なんですけども、この動画作ってるのは2022年の5月の11日っていうふうになるわけなんですけども、本当に先週ぐらいにやった時にはね、ポイント取れましたので、すぐやっていただく方はね、大丈夫だと思うんですけども、こういったね、チャージでポイントを取るっていうのは、正直ね、いつ塞がれるかっていうのはもう全然わかんないんですよね。ですので、こういってね、私が今日、先日やった時に、ポイントは取れましたけども、皆さんがやった時に、ポイント取れるかどうかっていうのはね、正直、すぐやっていただければね、大丈夫だと思うんですけども、この動画をね、1ヶ月とか2ヶ月とかね、先に、見ていただいて利用するときにね、ポイントがね、取れるかどうかっていうのは、正直ね、わからない部分がありますので、もしね、この動画をね、数ヶ月後とかね、半年後とかにね、見られて、ちょっと利用したいなっていうふうに思った方はですね、ちょっと少額チャージしていただいて、ポイントね、取れるかどうか見ていただいてからですね、利用していただければなというふうに思います。こればっかりはね、どのタイミングでね、発表があればいいんですけども、発表がなくね、ふざがれることもね、十分ありますので、この点はね、覚えておいてください。それでは次にですね、先ほどね、iPhone に入った NARACO を2枚使ってですね、支払いね、してきました。このね、こういった感じの納付書がですね、皆さんね、届いてるかなと思います。ちょっと実際にね、私のやつもね、ちょっと、隠す部分が多すぎたので、ちょっと、神奈川県のホームページからちょっとこちら、お借りしてきたわけなんですけども、こちらをね、セブンイレブンのレジに持っていっていただいて、NARACOでね、支払っていただくっていった形になります。で、今のセブンイレブンの支払い方法って、レジに行っていただいて、こちらの納付書を出していただきますよね。そうすると、自分で支払い画面ね、選択しますよね。ですので、レジに持って行っていただいて、NARACOね、選択していただいて、このね、Apple Pay に入った NARACOで、支払っていただくっていった形になります。こういった形に、なるわけなんですけども、冒頭にもね、言った通り、1回の支払いはですね、5万円までしか利用することができないんですよね。ですので、5万円以上ね、超える場合に関しては、2枚のね、NARACOで支払っていただくっていった形になります。ですので、2つのNARACOにね、5万円ずつ入れていただいてもいいんですけども、いくら入れるのは自由なんですけども、それ以上のね、金額を、2枚で入れていただいてですね、レジに持って行っていただいて、まず、1つ目のNARACOで、支払いしようとしますよね。そうすると、レジのね、画面でこういった画面が出ます。残高が不足していますということで、4択でね、表示が出て、残高を使い切る、チャージしてお支払い、お支払い方法を変更、ポイントを交換してお支払いということで、私ね、63,500円をね、2枚の納付書を持ってって、合計この金額だったんですけども、1つの NARACOに4万円ぐらいしか入ってなかったんですよね。ですので、21,500円ね、足りてませんよっていうふうに出ておりますよね。で、この表示が出たらですね、左上の残高を使い切るっていうのを押していただきます。そうするとですね、またね、NARACOを読み込む画面になりますんで、そしたらね、一番最初にかざしたNARACOをもう一度かざしてください。そうすると、1枚目に入ったNARACOの残高が支払われます。で、1枚目のね、残高が支払われて、まだ21,500円残っておりますよね。で、これをもう一回ね、NARACOを選択していただいて、2枚目のNARACOでかざしていただいて、支払いをね、していただくっていった形になるんですよね。これ言葉で聞いてるとね、ちょっと難しい部分あるかなと思うんですけども、実際はね、そんなに難しくないので、こちらの画面だけね、よく覚えておいていただいて、1枚目ね、支払っていただくと、残高が足りなくて、この画面が出ますので、残高を使い切るを押していただいて、1枚目にかざしたNARACOでもう一回支払いをします。そうすると、1枚目のNARACOから残高が持ってかれて、2枚目のNARACOに切り替えて、残りを支払っていただければ、OK っていう風になりますんで、これだけね、覚えておいていただければですね、簡単にね、できるかななんていう風に思いますので、こういった感じでね、利用していただければなと思います。私もね、この、物理カードのNARACOってありましたよね。こちらではね、昔やったことはあるんですけども、このね、NARACOのアプリの方でね、数枚分けてね、やるっていうのは、
まあできることは知ってたんですけども、実際にやるのはね初めてだったので、まあちょっと難しい部分あるのかななんていうふうに思ってたんですけども、まあ実際にやってみるとねそんなに難しくないので、まあこの画面だけね覚えておいていただいて利用ねしていただければなと思います。ということで今回ですね、自動車税、固定資産税の支払いでマイルを貯める方法をね、まあ実際に私やってきましたので解説させていただいたわけなんですけども、まあこちらね、結構聞かれるんですけども、税金って、納付書が来ますよね。で、納付書の中に、まあ前期っていう全部の区間の、税金の支払いが1枚になった納付書と、数枚分かれて、納付書届きますよね。1期、2期、3期みたいな感じで。で、まあ、両方とも、前期のやつは、まあ全部の金額が記載されていて、まあその1、2、3期みたいなやつは、まあ何ヶ月ごとにね、支払い期限が決まってて、まあどっちをね、支払ってもいいですよみたいな感じで、まあ2パターンでね、送られてくると思うんですけども、これね、全部支払ったらどうなるんですかって結構聞かれるんですけども、こちらね、多く支払った分はですね、市役所から後日ね、手紙が届いて、銀行にね、お金返金していただくっていう風になります。まあ、人の手間をね、かけるっていう風になりますんで、まあ、基本的にはね、おすすめできないんですけども、私はね、すっごい前に、この納付書っていうのは、来たものを全部払えばいいと思ってた時期がありまして、まあ、全部払ってたらね、多く払いすぎですよって、手紙が来て、まあ、それで返金してもらったっていう経緯があるんで、まあ、人の手間をね、かける、ことになりますんで、まあ、基本的にはね、おすすめしてないんですけども、納付書っていうのは前期もね、各分かれたのも全部支払うと、まあ、払いすぎたものはですね、お金返してくれるっていう風になりますんで、これでね、決済修行してるみたいなね、そういう人もね、聞いたことがありますし、まあ、これね、普通にポイントがね、取れてしまうっていう風になりますんで、まあ、ブログ等々でもね、結構見たりするんですけども、まあ、個人的にはね、まあ、おすすめできないですけども、まあ、自己責任でね、やられる方はね、中にはいらっしゃるかな、なんていうふうに思います。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。